皆さんは福井県の取り組みや福井県庁についてどのくらいご存知ですか？今回の街角県政は県の職員が皆さんに直接お会いして県の取り組みを説明する活動をご紹介します。県は昨年度からよくわかる県政出前トークを実施しています。職員が皆さんのもとへ直接伺い、県の取り組みや事業についてわかりやすく説明します。この日のテーマは福井ふるさとの音風景。県の職員が福井市の阿諏訪公民館に伺いました。音風景とは、音は風景に欠かせないものとして目で見る風景だけでなく、音と風景を一体的に捉える考え方です。県では福井ならではの音風景を楽しむことができるホームページを運営しており、スマートフォンやパソコンから福井ふるさとの音風景を楽しむことができます。また iPhone 用アプリを用いてお気に入りの音風景を投稿することもできます。今回は奥越高原自然観察の森など投稿された音風景をホームページから紹介。参加者の皆さんは風景を思い浮かべながら聞き入っていました。風景っていうと視覚っていう感じがあったんですが、あ、音でこんなに風景がこう浮かぶっていうんですか、あ、これからよく風景なんかも音で感じようと思いました。いいことだと思います。とてもこういう我々とも近くコミュニケーションを取ってくださると、もっと福井県も少しは活気づくのかなと思いますけどね。よくわかる県政出前トークでは、福井国体や北陸新幹線をはじめとする52のテーマをご用意しています。今年度から新たに北陸新幹線や高速道路の開通による効果について説明するテーマ、福井県が目指すべき医療体制について説明するテーマ、空き家の正しい管理について説明するテーマの3つが追加されました。10人以上のグループでどなたでもお申し込みください。県内のどこへでも職員が伺います。また県では県庁見学も実施しており、学校の校外学習や老人会などのグループの社会見学などに利用されています。総合防災センター、知事応接室など県庁内のさまざまな施設を職員がご案内します。この他にも福井城址の天守台跡の見学や、子ども向けに電気自動車の体験乗車をすることもできます。また県庁と県警察本部を合わせて見学できるコースもご用意していますよ。県政について楽しく学ぶことができますね。ぜひよくわかる県政出前トークと県庁見学に参加してみませんか？